ハピキャン。おぎやはぎのキャンプファッション、愛用しているグッズをはじめ、ありとあらゆるお役立ち情報がまとまっているアウトドア情報サイト、ハピキャンでポチッ。でもさ、なんかそういうサバイバルのやつで見たことあるけどさ、ほんと汚ね泥水みたいなのろ過して飲むのな。あ、そうだ、そう、綺麗じゃんね。えこのまま飲めんじゃん。ちょっといや、このままはダメ。飲めそう気がするけどね。え、綺麗だな。すごい綺麗。これあれやりたくなるよな、こういうの。水切り、水切り。下手くそですね。あれは無理だよ。超下手じゃない。びっくりした今。え、こんな下手だったっけ？山なりじゃないと。いや、意外とできないでしょ。形状じゃないですか。石のあれだもん、形で見ないと。ほら、お、下手くそですね。下手くそだよ。やってみ。おじさん、うまそうじゃん。意外とできない。でもできこれ、ここなんだな。お、すげえ。晴れた。一個前から晴れた。やってみ。俺のもすごい。あ、もうすごい。本当運動神経ないんだよ。全然恥ずかしい。恥ずかしい。取れ高ゼロ。早押し、すげえ恥ずかしい。ダメだな、こういうのはもう。じゃあ、ロッカーロッカーどうするの、ね、どこ、じゃあ、その辺でやりましょうか。できるよ、これ。ここの水を。今回は、ソロスタイルで楽しむ、後ろシティ、阿諏訪山流。プッシュクラフトキャンプ。あのコーヒー飲みたいですもんね。何やらすの。水が欲しいですよね。え、川の水ろ過しましょう。ろ過、え、ろ過できるんですか。水を、いや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 、はい、それはちょっとこれで川の水をろ過します。で、あのこのろ過の方法を知っとくと、はい、昨今こう災害が多いじゃないですか、はい、でいざという時にね、断水とかはい、あった時にこの技術を知っとくと、いろいろ役に立つかもしれないという。非常用のテクニックを使い、川の水をろ過してコーヒーを作ることとなった一行。竹や炭を使うそうですが、本当にできるのでしょうか。この辺にしますか。はい、じゃあまず何すんのよ。持ってきたものを出して、うん、はいはい、ランドリーバッグがね、これ床に引いて座れるんで。ああ、そういう使い方もできるんで。これね、こう、あ、いいですね。で、こうな、やっぱなかなかこう地べたに座るっていう、うん、もうね、都会に住んでるとないじゃない。ない。松永くんとかすごいよ、潔癖だし。潔癖症だよ、あの人。ちょっと汚いの無理っすよ。やっぱちょっと経験としてね。まずは、うん、筒。筒。ここにこう、ろ過剤をいろいろ入れてくん。ろ過剤。おー、すげえ、ろ過剤ね。はい、で、こ上から水を入れて、はい、下から出るようにするんで。え、どうやって出るの。穴開けんだ。はい、ナイフでここをこうグリグリやって、はい、小さい穴を開けます。どのぐらい開けちゃう、どのぐらい開けちゃう。真ん中に、あ、ボトボト出てきちゃう。一番こうなんていうんですか、開きますね。あ、本当。あ、すぐ開いたわ。すぐ開いてんやん。すぐ開いた。ボトボト出ちゃうよ、それ。そんなに開けていいの。開けすぎです。やったー。すげえ、ちょっと取り返しつかない。終わりじゃん。まあでも大丈夫です、まあ、大丈夫です、はい。理想はやっぱこれぐらいの、この節の部分はね、そんなに強くないんで。ちょっと頑張ってみたんですよね。そしたら、で、それで、はい、で続きまして、この、はい、布、はい、普通にね、100均とかのハンカチとかでもいいです。あ、そうなんですね。これをこれを半分に切りましょう、ナイフで。あ、切るんだ。切るんだ。いっぱい使いますね、はい、もう大体でビッてやればいいんだろ。そうです、もうビッてやっちゃっていいです。切れ目入れて、こういう感じで。 あ、すげえ。意外とね、意外ときますね。綺麗に切れるな、これ。きますね。ああ、そうですね。これね、はい。その半分はまず一番下に入れるの。ここに、はい。結局穴が、あの、はい、ハンカチで包まれればいいので。はいはい、いいよね。あ、いけたいけた。いいよね、はいはい。いきました。いい感じよ。はい。そしたら、ここに、
その辺に落ちてる小石を。もうやだよこの辺に落ちてるやつ。汚ねえもん俺。ろ過じゃない。汚い。汚い。汚い。川の中のじゃないの。汚いっすよ。俺たち比較的全員潔癖症だから。いやもうこれはもうやりましょう。え、これですか。これ、はい、これですか。これ入れんの。汚ねえな。信じらんない。こんなに。信じらんない。ふざけんなよ。え、どのぐらいの水。泥水。泥水ですよね。汚ねえこれ。汚いよね。ね、なんかこれをこれやだよ。これ今から飲むなんて考えられないよな。考えられないぞ本当に。土っぽいっすよねちょっと ね。そう。いや汚す作業じゃないですか。絶対砂利が出てくるよな。ね、ずっと文句言うな。信じらんないんだマジで。これ一番汚いよな。汚いよマジで。菌がいっぱいいるよ。でこう詰めるようにこう振ってこう。量はどのぐらい？そうですね、ハンカチが見えなくなる。まあ3、4。とっくに見えなくなってる。大体で。そしたら今度は細かい砂利をこの中に砂利入れていきます。細かいのね。もうこういうの入れちゃうよ。はいはい、入れちゃってください。これ入れる？はい、入れちゃってください。これ入れるよ。もうやだ、もう。嫌ですよね。やだよ。嫌ですよね。信じらんない。信じらんない。結構今までの自分を押し殺さないと無理だ。無理だ。無理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 。いやでもこれ飲んでみてまあ。口の中に入れんだろこれ。感動するかでも。いや感動するよ。いやしますよ。これなんかしじみみたいなのが入ってるけどいい？あ、しじみだ。しじみじゃん。しじみ入っちゃうけどいい？しじみだ。なんでしじみがあるの？しじみが…でも好きです。俺しじみの味噌汁好きだよ。俺も…だしが入ってるからね。体にいいか。体にいいか。いいのだし、しじみ。肝臓にいいのね。肝臓にいいのね。はい。入れたよもう。味に奥行き出ちゃいますね。コーヒーに。いや、信じられないよ。信じらんないよ、もう。さあ、いいですか？ナス見せるだけなんだよね。そう。どれぐらい入れたの？やっぱちょっと選んじゃうよな。まあ、これぐらい、まあ、でもこの後炭をガッと入れます。あ、炭か、はい、炭が綺麗にするんだな。炭はなんとなく分かりますね。なんとなくね、分かる分かる。いや全部必要ですよ。本当ですか？確かに。大きめの入れていくの？いや、細かめのから入れて隙間を埋めていく感じがいいですね。これで本当に黒い水出てこないんだ。最初はちょっと出るんですけど。最初は出るんだ、黒い水が、はい、超手汚ねえよ。そう、手が真っ黒になる。炭って言いますよ。いや、僕はもう知識としてこれはすごく有名なんで知ってるんですけど、はい、未経験は未経験。やったことないの？はい、マジかよ。嘘でしょ。そしたら最初に2等分した布をここで、あ、また、はい、登場するんですか？入れます。どうでした？それこれ入れる。はい、入れます。すごいな。ですかね。で、じゃあ最後に砂を。また汚いの入れるの？またあの辺には細かい砂がある。砂砂じゃん、あれは。あれ砂です。砂を入れます。汚いのばっかり入ってるじゃないですか、この中。ほぼ、ほぼ汚いですよ、この中。もういろんなこうサバイバルの案件を見るとやっぱ砂は入ってる。はい。なんか汚いものを入れて綺麗にしてくると不思議だよね。本当ですよね。もうじゃあちょっと本当ですよ。あそこ行きましょうよ。すごいな。細かい砂がいいです。みんなスタッフが踏んでいったやつだよこれ。本当ですよ。足跡の。あらゆるおじさんが踏んでいったやつだよこれ。これ。これ。そうですね。こういう細かい。これ入れた。え、もう。え、マジっすか。この上にだって水入れるんだよこれ。やばいっすね。これずっと文句言ってる。ずっと文句言ってるんだ。いやこれ本当信じらんない。マジで信じられない。これでお腹壊さない方が不思議ですよね。おお、なんか本当本当ですか。これでもし美味しかったらこれ売ろ。おぎ水。おぎ水。おぎ水で。おぎ焙煎。おぎ焙煎。おぎ水。これで作ったコーヒーが美味しかったらでも売れるよね。これでろ過器は完成のようですが、本当に川の水はきれいになるのでしょうか。この上に水入れるんだろ。はい。しかもその川の水です。川の水を。いや、じゃあまずは川の水一旦確認しましょうか。確認。汚ねえから汚ねえよ。確認。何ちょっと入れるの。ちょっとどんぐらいの透明度かをね。なるほど。確かに。
確かにこれ今見た限りすごい透明度だけどね。どうですか、透明っすね、めちゃくちゃ綺麗だ、めちゃくちゃ透明じゃん。ちょっと待ってよ、いやこれ変わってても分かんないっすね。分かんないな、綺麗すぎるな、綺麗、めちゃくちゃ綺麗じゃん。飲んでみ、いいじゃん。いやいやいや、ダメです。これ飲んじゃうとダメなんです、お腹壊しますから。あのやっぱこうどんな川も上流っていうのがあって、はい、どんなところでも動物がいるんですよ。で動物のね、あの排泄物とかから、寄生虫とか菌とかが流れてきたりするんで、このものはどんな清流でも絶対ダメなんです。そうなの、はい、どんな綺麗に見えても、どんな綺麗な水でも、そこが見えても絶対ダメです。へー、必ず煮沸はしないといけない。そうなんだ。なんならもうこれを煮沸すればもう飲める勢い。あ、こんだけ綺麗なら、ここすごい濁らせて、ちょっと濁ったやつ、濁ったやつ、わざと濁らせて、ね、バシャって混ぜて濁らせます。綺麗なんだ、そんなに。今カメラさんがに、ああでもこれはもう完全な多少あるこれやばいですね、まあ、ちょっとやばいね、それが綺麗になったらいいねっていうことですよね、うん、いろんなもん浮いてますからね、うんうん、本当だ、ゴミが浮いてる、うん、これをやりましょうか。楽しみだな、まさか、ちょっと濁ってるんで、うん、これをどんな感じで出てくるの、楽しみ。だって砂とかだぜ、そうですね、今じっくりじっくり入っていってます。相当時間かかんだな、時間かかってんだな。やっと今上のがなくなったぐらいですね。だ今じわーってこう通り過ぎてってね、水が、はい、なるほど、その通っていくことによって、いやその下水入っちゃってるから、横からの水が、横からの水入っちゃってるから、すいません、すいません。一回下の捨てた方がいいよ、なんかそう、ね、なかなか通らないんだね、すごいね、時間かかって。あ、来た来た来た、すんげえ汚いの来たよ、汚い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 、なんかすげえ汚いの来たぞ、超汚い、違う違う違う、最初は汚いです。最初は汚いです、そういえば、はい、あ、最初汚いんです、最初は汚いです。カフェオレみたいなの出てきました、どっから、なんで最初汚いってどういうこと、なんで最初汚いんだよ、おかしいよ、どっから綺麗なんだよ、だからその炭の粉とか、そのいろいろついた汚れ、どっから判断すればいいか、ほぼ土なんじゃないか、ね、そう、通した方が汚くなってんじゃん、砂利についてる、どっから判断すればいいの、これ最初の川の水の方が綺麗じゃないかよ。本当だ、本当だ、待ってください、こんなやだよ、これ判断できないよ、見事な泥水出てきてね、なんで時間かけて汚くしてるんだよ、ちょっとしか出てこない、これ6日後ですよね、それね、これいずれ綺麗になるとは思えないんだよ、俺思えないですよね、おっせーよ、おっせー、ゆっくりと汚い水出てきただけだよ。何だったんだよ、今までの、これいい加減にしてくれよ、そうだよ、もうおかしいよ、絶対、え、いい加減、今までの、本当に信じらんないぐらい汚いでしょ。てか想像通りの汚さだよ。そりゃそうだよなってやつ、そりゃそうだろっていう汚さだよ。これだもんね、絶対何か間違えてんじゃないの、これ。どっからなんだよ、いいんじゃないですか、どうすか、何がどうで、お前何が、どうやって今ゴーサイン出してるの、湯気がですか、ろ過されてるの、これこれですよね、元は、元はこれだ、これで、ちょっと持ってろ過後は、ろ過後は、ろ過後は見せろ、お前やべえよ、やべえよ、逆だよ、逆逆どっちがビフォーでしたっけ。こっちが先だよ、そっちアフター、これこんなん飲めるわけない、ごめん、永遠汚いんじゃないけど。ろ過器作りは初めての阿諏訪さん。どうやら材料を入れる順番と炭の砕き方に大きな原因が。炭は細かく粉々にし、隙間なく敷き詰めることで消臭や脱色の効果が現れるのです。これはひどいだろう、まあ、こういう時のために、うん、はい、うん、え、こういう時のために、こういう時のために、こう浄水器っていうのがありますんで、はい、何それ浄水器、それ何なの、浄水できる、それ、そうです、これはソーヤーっていう有名なブランドの、
もう 99.9% 不純物をろ過できる。え、その小ささでですか？できるんですよ。めちゃ便利じゃないですか。はい、そういうの売ってんだ。売ってます。で、これコンパクトで、はい、あのいろいろこういうなんていうんですか、ペットボトルの口とかにはまるようになってますので、はい、へー、それでこういうのに皮の水を入れて、これを刺して、うん、でこう出すと綺麗な水になる。へー、え、見たい見たい。そのあの汚いやつでちょっとやってみてよ。確かに。さっき捨てなきゃよかったですね。これちょっと少なすぎますもんね。めちゃくちゃ汚い。でもそれに水混ぜても、これ混ぜてもどうせ汚いから大丈夫だよ。そんなこと。汚ねえ。汚ねえ。だそれをちょっとそれで綺麗にしてみてよ。汚ねえ。これ汚いですよね。汚い、その水。汚いよ、それ。汚い、濁ってます。最初の方法でろ過したやつだから。手作りの。ろ過って言うのかなっていう。あれはろ過じゃない。ろ過じゃないですよ、ね。泥化の方じゃ、泥化。泥化。泥化ってなんですか。じゃあ、これ？これちょっとゆすぐ。川でゆすぐ。川でゆすぐ。もうやっぱ川の水が一番きれいなこと、満場一致。もう。いや、めちゃくちゃ綺麗だもんだって。すごい透き通ってますね。おう、ほら、すげえ。ちゃんと汚いもんね。綺麗になった。汚いよ、汚い、汚い、濁ってますね。おう、汚いな。ドロカをじゃあ、これ綺麗なんの、少ないかな。これもう方向汚いですもんね。汚い、汚いですね。汚いもん。あ、綺麗になってる。すごい綺麗だ。すっげえ透明。やばいっすね。売ってるやつすごいっすね。すごいね、やっぱさ、売ってるってすごいよ。売ってるってやっぱ商品ってすごい、ね、すごいすごい。これでコーヒーだ。じゃあ、じゃあこれもうちょい作って、これでコーヒー沸かしましょう。おう、はい、これどうすんだ。じゃあこれ、はい、これどうすんだ。これ何、これ、なんすかこれ。言う通り作ったんですよ。ああ、忠実に。これは衝撃だよ。全部の汚れを吸収して出てきた。凝縮されましたね。しかもあれをゆっくり待たないといけないっていう。お前、鼻の水がもう綺麗だからな。そうですね。見た目にはあまり。もう、あれ入れなくてもいいぐらいだもんな。よいしょ。じゃあもうあとは見てていいね。そうですね、ここはちょっとだよね、はい、見たいんでしょ。それもないもんね。そうですね、なんかいろいろすいませんでした、ほんとに。じゃあこれを浄水して今度煮沸します、うん、お湯沸かす時に、うん、今回こういうアイテムを使ってみたいなと。お湯沸かすん、それまた違う、なんだ、それなんですか、はい、これジェットボイルっていう。ジェットボイル、はい、あの、はい、0.5 リットルペットボトルありますね、はい、500ミリリットル、あれの水を1分40秒で沸かせる。うーそー、早い早い。これはあの結構定番でも流行ってるんですけど、どん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 人気出てきてて、やっぱいろんな器具があんな。そうですね、キャンプってそれが面白いんだよ。なんか道具いっぱいあるの。あ、そっか、俺全部見たことないですもん、今日の道具。ないでしょ、名前も初めて聞く。そうでしょ。いいよ、いいね。それをこう、これはそれくっつけるんじゃないですか。一瞬シュッて言うと思います。ガスで、はい、到着するわけね。へえ。はい。で、ここに、ここに入れるんですか。はい、水入れるんだ。なるほど。水を入れます。おお。で、沸かすと。1分何秒で？1分40秒で。すごい早いっすね、はい。すごいね。すごい。じゃあ、点火します。うん、おお。本当なんか結構強力っすね、音がすごい。ターボ、はい、ターボライター。すげえ。火力が強い。すげえな。山行く人はやっぱリュック1個なんで、なんかコンパクトにこう。そっか、はい、車で来る人は別に大きいコンロあればいいんだもんな。まあそうですね、うん、これもうすげえボコボコいってるの。これ湧いたやつ、あ、湯気がちょっとずつ出てきてますね。湯気出てる、湯気出てる、出てる。あ、ここ何、ロゴが、色が変わる。ロゴ、そうなんですか。沸騰すると最初のロゴ見てなかったから。なんで言ってくんないの、先に。最初の色見てなかった。あ、そうですか。でも沸騰したら赤くなってきました、徐々に。赤くなってきてんのか。はい、あ、徐々に下から。あ、すげえ、見えるよ、変わってく。赤くなってきてる。すげえ。これでわかるんだ。夜とか綺麗になってそう。赤い赤い。あ、確かに夜いいですね。夜いいね、こんなの。うん、そうですね。で、もうすぐ沸くんで、じゃあハピキャンコーヒーを準備して。はい、早いな。早い。早い早い。邪魔だな、これ。それなんだよ、マジで。そうですね。
汚いだけで。ああ無駄な時間だったな。湧いちゃう。あ湧きました。あすげえ真っ赤だロゴが。本当は真っ赤だ。はい。松永君から入れてあげて。はい。俺からいいんですか。うん。すみません。やっぱキャンプを好きになってもらわないといけないからさ。ああありがとうございます。こちらの取っ手なんだな。はい、このすみません。よくできてるね。よくできてる。持ち手あんのちゃんと。ありがとうございます。手があって、コーヒーか。左右を飲みたかったな最初。あの本当にこの。そっか。なるほど、ね。信用できないもんな。信用できない。コーヒーにしちゃったらな。あ、なるほど。味がね。ごまかし効くもんな。そうだよ。ちょっとここにお湯だけちょっと入れて。雑味を。そう。やはりに一回ちょっとこの左右ばっか飲んでから、やはりは。そうなんですか。もうおじいちゃんだから。おじいちゃん。味ついてるの無理って。飲んだことねえよ、左右。左右ばっか飲んでんだよ。どうだろうか、普段の左右と。どう普段の左右と比べて。普段の左右と全く同じじゃん。すげえ。同じじゃ。同じじゃ、おじいちゃんだ。おう。おう何もその臭みとかなんか変な味匂いとか何にもない。すげえ。いただきます。入れたてが飲めるとは。香りはいいです。いただきます。うん。何の遜色もなく。普通に飲める。あ、美味しい。あ、美味しい。あ、美味しい。甘い。匂いが甘い。信じられないな、これ川の水飲んでるって。本当っすね、うん、確かにちょうど数分前までですもんね、川の水ですよね。俺初めてかもしんない、川の水飲んでるの。そういえば、いや、俺もっす。ないわ。ないっすよね。いいっすね。どうする、この竹捨ててく。この竹なんなの。そうっすね。本当なんだよ、これ、うん、燃やしましょうか。そうっすね。ちょっとなんか憎しみの感じ湧いてますもんね。ちょっとこれから暗くなるんで、うん、焚き火の準備に入りたい。あ、やっちゃう。ちょっとこれから暗くなるんで、うん、焚き火の準備に入りたい。あ、やっちゃう。最高。そう、冷えてきたしね。その前にちょっとあの、はい、ナイフとか手入れしてないと錆びてくるんですけど、うん、はい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 、錆びついてるしてません。錆びは分かんないけど、かっこ悪いな俺の。それはもうね、どうしようもないですね。かっこ悪い。なんそすごい。なんでなんで。プラスチック、俺、いや、なんか安くてさ。かっこ悪い、かっこ悪い言ってるけど、これ見てる人で、それ持ってる人いっぱいいるじゃん。そうか、そうか、あんま言っちゃいけないよ。気づいてるんですよ、見てる人で。もう恥ずかしくて持てなくなるだろ。今回はここまで。次回、キャンプ場で手軽にできるナイフ研ぎのテクニックを教わります。いいね、切れ味抜群。さらにブッシュクラフトの定番フェザースティック作りに挑戦。しかし小木さんのセンスのなさに。なんすかこれ。なんすかこれ。フェザースティックで気持ち悪いと思ったら初めて。